あよ、あよ、へよー、よー、よー。みなさんよく聞いたことあると思うんですけれども、あよ、あよー、へよーに関する文法、今日学びたいと思います。このあよ、あよー、へよー、このあよたいは、えー、韓国の文法の中で、一番大事なものを選びなさいとしたら、私はこれを選びます。必ずこれだけ。 覚えてほしい。これだけは覚えてほしい。大事な文法です。これは実は、もごよ、食べます。もごよ、食べますかああ、もごよ、食べま、食べてください。もごよ、食べなさい。などなど、同じ文字、文字なのに、同じ発音なのに、ニュアンスによって全然違います。 命令、そして、勧誘、そして、してくださいという提案、などなど、いろんなものに使えるので、ぜひぜひ、便利なものなので、覚えてほしいです。もう一回ですよ。もごよー、食べます。もごよー、食べますかもごよー、食べてください。食べなさいの方が近いですね。じゃあ、もごよー、食べましょう。 などなど使えるので、皆さんぜひ覚えてほしいです。その作り方をご紹介しましょう。1、だで終わる形容詞動詞のだを捨てます。辞書形でだを捨てること。2つ目、だの手前の文字、一文字だけをちゃんと見ます。3つ目、その一文字のえパッチムではなくて今度は、 母音がどういうものなのか、どういう種類なのか、ちゃんと見ます。その次、四つ目でやること。その母音がえ、肌なのか、もしくは青なのか、そして青、肌の以外なのかをちゃんと区別します。じゃあ、五つ、五つ目です。肌の場合は、タを捨てて、 へ用、へ用を入れてください。そして、母音が、あ、おって書いてある場合は、だを捨てて、あよをつけてください。だを捨てますよ。辞書形でだを捨てて、あよつけてください。そして、肌、あ、お以外の母音、 うとか、おとか、その他のも母音が出てきた場合には、たを捨てた辞書形で、その次に、あいよを入れてください。もう一回ですよ。肌、肌ついてる動詞と形容詞の場合は、たを捨てて、変容。そして、あおの母音があるきには、あいよをつけてください。もちろん、たは捨てますよ。 そしてその以外のもの、すべてのもの、あ、お、以外の母音、もしくは肌以外のすべての単語は、たを捨てた後に、お湯を入れてください。これだけです。では皆さん、例を出しながら説明していきます。まず肌、言ってみましょう。肌、する、肌。じゃあ、肌の場合は、全部、 へよで直してくださいよ。へよでしますという意味になります。그럼、運動肌、運動肌、運動します。運動、へよ。そうです。運動、へよ。では、より肌、より肌、 じゃあ、料理しますわ。そうですよ。より、へよ。よりへよ。よりへよ。このように、肌がついている単語は、全部、肌の代わりに、へよ。してくださいね。じゃあ、では、あ、おの母音がついているものを紹介しましょう。 ちょっと、いい。ちょっと、た。じゃあ、た、捨てます。たの手前の一文字。ちょっと。この母音、おですね。お。あ、お。母音がついてる場合は、あいよをつけますね。なので、たを捨てた後に、ちょっと、あいよ。かみだ。ちょあよ。そうです。ちょあよ。 そうすると、いいでーすという意味になります。ちょうわよ。もう一つの例を皆さんにご紹介しましょう。あんた、あんた、座る。じゃあ、座りますとしたら、あんた、たを捨てますね。そうすると、あん。ポインをちゃんと見ると、あ、そうです。 あいよをつければいいですね。そしたら、あん、次に、たを捨てた後に、あん、じゃよ。ここ、この時も、じゅうが引っ越しされますので、あいよをつけるんですけど、発音は、あんじゃよになります。もう一回きましょう。あんじゃよ。あんじゃよ。あんじゃよ。では、あおではないボういん、言ってみましょう。 いった、った、読む、読みます。い、いいの母音ですね。そうすると、たを捨てた後においをつけます。いるがよ、いるがよ。もう一つの例を差し上げましょう。もった、もった、食べる。じゃあ、食べます。 そう。だを捨てて、も、そうです。おの発音ですね。そうすると、あおではないので、あよをつけます。もごよ、もごよ。これだけです。みなさん、今日は、あよ、あよ、へよ、します、なになります、ですという表現ですけれども、必ず、 形容詞と動詞の後ろについて文章をまとめることですね。今日は、あいおおいおへいよえ簡単に必ず作ってほしい、皆さんが覚えてほしいルールで説明しました。実は、このあいおおいおへいよたいはかなり例外も多いんです。次の辺でそれをお話ししますね。次の辺まで勉強してください。そしたら、あいおおいおへいよたいは 完璧です。では皆さん、次回にまたお会いしましょう。またお会いします。どうもありよ